レミ・ガルドは、フランスローヌ県、ラルブレル出身の元サッカー選手、元フランス代表、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィルダー及びディフェンダー。レミ・ガルデとも表記されるが、より言語に近いのはガルドである。1992年に、オリンピックリオンの下部組織に入団。守備的ミッドフィルダーやスイーパーとしてプレーするガルドは、百八十九年に、 中心選手としてリーグアン昇格に貢献し、昇格後も順調に、また首相としてパフォーマンスを示し続けたことが、1990年1月のクウェート戦でフランス代表初出場へとつながっており、全6試合に出場。UEFA ユ u ロ92のメンバーにも選ばれた。1993年から3期は RC ストラスブールで過ごし、 1995年には、クープ・ドゥ・フランスの決勝戦まで進出した。1996年8月に、アーセン・ベンゲル監督が、イングランド一部のアーセナル FC に、ガルドを推薦した縁で自由契約選手として加入が、決定。なお、この時点のベンゲル監督は、日本の名古屋グランパスを指揮しており、まだアーセナルの監督ではなかった。 この時のガルドは30歳のベテランであり、2期前に膝の手術を受け、1期前のストラスブールでの出場機会は限定されていたものであり、同日加入の同胞パトリック・ビエラとは違って、未来の主力選手ではなく、経験豊富な控え選手の位置づけだった。実際、中盤で、ビエラや同胞エマニュエル・プティの控えを見事に務めて、在籍3期で公式戦43試合に、 出場しており、1997から98シーズンでは主に負傷勝ちだった右サイドバックのリー・リクソンの代役としてリーグ戦10試合に出場して2冠達成に貢献した。なお、同シーズンの FA カップには準々決勝、ウエストハム・ユナイテッド FC 戦の1試合に出場しているが、PK 戦では唯一失敗し、決勝戦には出場していない。 定期的な膝の負傷に悩まされた末に1999年6月に現役引退をした。フランスのテレビで評論家として活動した後、2003年にフルス・オリンピックリオンのコーチとして現場に復帰し、2003から04シーズンと2004から05シーズンの獲得に貢献。2005年夏にポール・ルグエン監督の後任として就任したジェラール・ウリエ監督のもとでは、 アシスタントとなって2007年5月まで務める。その後、フルスアーセナルのディレクターに就任すると噂されたが、2010年には、リオンの練習施設、センタートラベロージのディレクターを務め、2011年6月22日に、クロードピュエル監督の公認として、トップチームの監督に任命された。初の監督業となったリオンでは、7連覇した黄金時代とは違い、 UEFA のファイナンシャルフェアプレイ制度を遵守する影響もあって資金難に苦しみ、ウーゴロリス、アリシッソコ、ミシェル・バストス、リサンドロ、ロペス、デーアン・ロブレン等の売却を余儀なくされたことで、なかなか派遣脱回とはいかず、2011から12シーズンにはついに UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった。その一方で、株組織からサミュエル・ユムティ,ティ、 マキシム・ゴナロン、クレマングルニエ、アレクサンドル・ラカゼットといった若手を積極的に登用して主軸に据え、2012年にクープ・ドゥ・フランスを獲得した。2014年に2013から14、シーズン終了後に満了となる契約に対して、クラブ側から延長が提示されたものの、精神的な重圧から休息を取る必要性を感じたため、5月13日に、 同シーズンをもって退任することを発表した。2015年11月2日、プレミアリーグの会に沈んでいたアストンビラの監督に3年半の契約で就任した。就任直後のリーグ首位、マンチェスターシティ FC 戦は0から0の引き分けとなった。アストンビラでは、規律を守ることを重んじた。エバートン FC に4から0で敗れた翌日、 以前からそこに問題があったジャック・グリーリッシュがパーティーで大暴れしていたことが目撃されると、これを受けてグリーリッシュをセカンドチームに降格させた。そしてチームにクリスマス中に過度なパーティーはしないようにと警告した。リーグの会に沈む状況は変わらず、2016年3月29日にクラブと双方合意の上で退任した。2017年11月8日、 メジャーリーグサッカーのモントリオールインパクトの監督に就任した。オリンピックリオン RC、ストラスブールアーセナルオリンピックリオン AB、アーセナルマネージダブルサイニング AB、レミギャルドアーセナルドットコムウエストハム1、アーセナル1スポーティングライフペリーセットオン、スパーズムーブ、レミクッドプロスパーインチェンジングオブギャルド。 ギャルドステップスワップ2ービカムリオンコーチ。コワイリオン、エスラックオブエクスペリエンスハズゼムスリッピングダウン、リーグ1リオンコーチ。レミギャルドリジェクツコントラクトエクステンション、サイツファミリーリーリーズムズ、アストンビラフラストレイトマンチェスターシティアズレミー、ギャルドメイクス、インスタントインパクト。ザガーディアン、https、www.tguardian.com、フットボール、2015。 ノベンバー、08、アストン B 社マンチェスターシティレミー・ギャルド、プレミアリーグレポート2017年12月1日、閲覧。アストンウィラー・フラストレイトマンチェスターシティアズ・レミー、ギャルドメイクス、インスタント・インパクト。ザ・ガーディアン、https、www.tguardian.com、フットボール、2015、ノベンバー、08、 アストン・ B 社シャ・マンチェスター・シティ・レミ・ギャルド、プレミアリーグ・レポート2017年12月1日、閲覧。アストン・ィラボス、レミ・ギャルド、クリスマス・ノット・エーパーティー・タイム・フォーアス。ESPNFC、h t t p w w w e s p r n f ック、CO、UK、アストン・ B 社、シャ、ストーリー、2738,995。 レミギャルドクリスマスノットパーティータイム4アストンビーシ2017年12月1日閲覧クラブステートメントレミギャルドアストンビライフ ht C http コロンスラッシュスラッシュ www.avfc.co.uk スラッシュページスラッシュ newsdetail スラッシュ0 1265から54555200 零零、html2017 年12月1日、閲覧。エヴァンズ、グレック、エクス、アストン・ィラボス、レミガルド・ファイナリーランズ、A ニュージョブ。バーミンガムメール、httpww. バーミンガムメール、COUK、スポーツ、フットボール、フットボール、ニュース。 エクス・アストン・ビーボスレミ -138775422017 年12月1日閲覧。ありがとうございます。